これ、ママの分。そういったエミは次の瞬間、シチューを床にひっくり返した。え？初めて我が家に遊びに来た息子一家。嫁である先へと3歳になる孫のエミと共にご飯の準備をしていた矢先、エミは先へが座っている席にシチューを置かず、床にぶちまけたのだ。何かにつまずいたとか、手を滑らせたとかではない。明らかにわざとシチューをこぼしたのである。食べ物を粗末にするなんて、どうしてそんなことをしたの？私は思わずエミを強く叱った。だって、ママが食べやすいように。怒られたことに驚いたエミは、目を泳がせ、泣きながら言う。食べやすいように？エミの言葉が信じられず、ついつい私は復唱してしまった。ママ、いつも床で食べてるから。どういうこと？ヒックヒックとしゃっくりをしながら、エミは何とか話そうとしていた。あまりにも現実味のないエミの言葉を聞き、問いただそうと先へを見る。顔を青くして小さく肩を縮めた先へに、私は何か隠し事をしていると感じた。おはようございます。今日も仏壇に手を合わせ挨拶をする私。角のしなこは数年前に夫に先立たれ、今は一人暮らしだ。家に映る夫の表情は仏頂面で、眉間には深いシワが刻まれている。思えば生前笑った顔は数えるほどしか見ていない。見合い結婚だった私たちは出会った頃からお互いに気を使い合って生活していた。会話は必要最低限しか交わさず、きっちりと役割分担していた。夫婦仲睦まじいというのは夢のまた夢。休日だからといって夫婦で出かけることもない。当時私の周りには友達と呼べるような人もおらず、当然スマホという便利なものもない時代で、結婚生活とはそういうものだと思うようになっていった。平日は仕事、休日は夫は自室にこもるか、ふらりと外に出て行っては夜遅くに帰ってくる。下手したら家の中でも会話を交わさないこともあり、いつも冷ややかな空気が流れていた。そんな生活でも、義両親からは孫の顔を見たいとしつこくせがまれていた。なかなか出産の報告がないことに病気を疑われ、何度も病院へ行くようにと促されたほどだ。夫も夫で、せがまれることに嫌気がさしていたのか、たった一晩だけ寝室を共にした。運のいいことに子供を授かった私は、たくさん愛情を込めて育てようと決意したのだ。どんどん膨らむお腹を見ても夫は無関心で、つわりなどで動けない私に容赦なく家事を押し付け、出産すら立ち会ってくれなかった。あまりにしんどくて、夫に助けを求めた時も、俺は忙しいんだと一蹴される。しかし、子である峰次が生まれると、人が変わったかのように育児には積極的に介入してきた。それまで一度だって夫と出かけたことはなかったのに、峰次を連れて買い物に行こうとしたら、一緒に行くと言い出したのだ。峰次にはどんな絵本を読んであげようかしら。嬉しさを隠せなかった私はいつも以上に夫に話しかけた。こんな洋服が似合うんじゃないかしら。しかし、はしゃぐ私とは裏腹に、夫は相変わらずしかめっ面のまま、ほとんど返事をしなかった。そして私が選んだものにはことごとく首を振り、ため息をつくと、俺が全部決めるから口出しするなと強い口調で言われたことは、今でも忘れられない。私は育児は二人で協力したいと思っていた。対して夫は、男の子は男である自分にしかわからないと言って、私がやろうとしたこと、言ったことはすべて却下された。挙句、ご飯を食べさせるときには、ご飯に集中させたいと、わざわざ別室に移動したりもする。箸の持ち方から食べる順番まで、相当細かくしつけていたようだ。夫がようやく峰次の食べ方に合格を出し、私と一緒にご飯を食べることを許すまで、半年はかかった。
初めてミネジが食事をする姿を見たときは、あまりにも綺麗すぎてびっくりしたことを鮮明に覚えている。友達と遊ぶこともせず、黙々と勉学に励み、弱音も一切吐かなかったミネジに、私はいつも感心していた。ミネジ、お疲れ様。たまには少し息抜きしたら？夫がいない間は私がミネジをねぎらおう。そう思って息子の勉強中、おやつにケーキを出すと。甘いものは体に良くないから。とちらりともこちらを見ることなく、断られたりもした。そんなミネジは高校に上がると、精神を鍛えたいと野球部に入り、エースとして大活躍した。その後も培った精神力で何でも一生懸命に取り組んでいた彼は、難関と言われる有名大学を首席で卒業したのだ。厳しい夫に育てられたミネジは、街を歩けばその所作の美しさからすれ違う人に見惚られるほどに成長した。実際に複数の女性から交際を申し込まれたこともあったようだ。私はミネジが一人ため息をついているのを目にしたことがある。ミネジ、気になる子はいないの？恋愛なんかよりも自分を鍛えるために時間を使う方が有意義だ。何の気なしに聞いた私にさらに深いため息をつきながら放った彼の一言が印象的だった。結局ミネジは友人も恋人もできず、常に一匹狼で周りからは憧れの的という位置を確立したようだ。大学卒業後は誰もが羨むほどの大手出版社へと就職した。出版社は忙しく、ミネジは出張続きでなかなか家に帰ってこない生活を送っている。毎日朝早くに起き、終電で帰ってくる。こんな生活を続けているので出会いにも恵まれず、仕事一筋な日々のようだ。さすがの夫もミネジが家に帰ってくる頃には寝ていたので、お腹を空かせていたミネジに私はこっそりと夜食を作って待っていた。男は体が資本だ、と夫はミネジに一汁一菜、完璧なメニューを食べさせていた。間食はもちろん、夜食も一切許していない。しかし、いくらバランスが良い食事とはいえ、激務をこなすミネジは日に日に痩せていくのがわかるほど栄養が足りていないことは明らかだった。さすがに疲れちゃうわ。早く寝たいからと夜食を断っていたミネジだったが、何度かそんなやりとりを交わしたある日、シチューできてるわよ。だからもう寝たいんだ。言葉を遮るようにぐーっとミネジのお腹の音が大きく響き渡った。ほら、お腹は正直じゃない。顔を真っ赤にしてうつむくミネジに私は優しく言った。本当に食べてもいいの？もちろんよ。そのために作ったんだから。ありがとう。少し声を震わせながらミネジは慎重にスプーンを口に運んだ。するとスプーンを口に加えたままミネジは固まってしまった。ミネジ、どうしたの？おいしい。どうやらミネジにとっては衝撃的な味だったようだ。湯気の立つシチューをミネジは夢中になって頬張るとおかわりまでねだってきた。結局3皿分平らげたミネジは今までに見たことのない満面の笑みを浮かべていた。ああ、最高の気分だ。こんなにうまいものがあったなんて。毎日本当にお疲れ様。明日も夜食用意するわね。その日以降、ミネジは私が作る夜食を物珍しそうに食べるようになった。おかげでミネジの体重は元に戻ったが、夫には気づかれないままだ。私とミネジが二人で過ごす唯一の時間となった夜食タイムが、私にとっても楽しみの時間となった。お袋、今日の夜食は？今日はラーメンよ。ラーメン、食べてみたかったんだよな。外食をしたこともなかった息子にとって、私が作る夜食は初めて味わうものばかりだ。ミネジは子供のように毎回目をキラキラさせて料理を頬張っていた。
そして朝になって通常通り出社していく峰路を見送るという流れが私の日課になっていた。体調が回復した峰路はめきめきと頭角を現し、社内でもエースだと期待されるほどになった。それに伴い、次々と女性からお誘いの声がかかるようになったらしい。それを見かねてか、夫がお見合いを勧め、トントン拍子に話がまとまっていき、結局峰路は交際を経験しないまま結婚することが決まった。峰路の妻になったのは、咲江という女性で、有名な会社の社長秘書を務めているらしい。おとなしい性格ではあったが、礼儀正しく真面目な人物のようだ。ふつつかものですが、よろしくお願いいたします。今時珍しく、顔合わせで初めて会った時に、三つ指をついて咲江は丁寧に挨拶をしてきた。良き妻となれるよう、峰路さんをしっかり支えていきます。咲江が綺麗な瞳を柔らかく細めて笑うと、まるで花が咲いたように美しいと思った。私たちは家族になるのだから、遠慮せずに何でも甘えてね。娘ができたようで嬉しかった私は、咲江と連絡先を交換すると、そう伝えた。咲江も自身の実家が少し離れていることもあり、私の言葉に嬉しそうにうなずく。ありがとうございます。とても心強いです。それから結婚した二人は、隣町へと引っ越していった。新婚生活は不慣れなことが多いだろうと、私はこまめにスマホでメッセージを送ることにした。しかし、困っていることはないかと尋ねても、もともと家庭的で家事が得意だった咲江は、すぐに峰路の胃袋をつかんだらしい。峰路は仕事の関係で出張に行くことも多いようだったが、休日は一緒に買い物へ行ったりと、仲は悪くないみたいだ。それだけにとどまらず、咲江はたまたま喉の調子が悪かった私に飴をくれたり、腰を痛めたといえばいい湿布を教えてくれたりと、何かと私に気を使ってくれている。私のメッセージにもすぐ返事をくれたりと、心配は無用に思われた。夫にも峰路夫婦の様子を伝えると、当然だと言わんばかりにうなずいていたので、私はすっかり安心しきっていた。二人が幸せそうで、私も嬉しいわ。順風満帆な峰路夫婦は、結婚してから4年目に娘が生まれ、その子はエミと名付けられた。孫の誕生に私は大いに喜び、夫もどことなく柔らかい雰囲気になっていたと思う。しかし、幸せばかりが続かないのが人生というものだ。エミが2歳を迎えるよりも先に、突然私の夫が倒れたのだ。晩年笑わない人生だった夫は、知らず知らずのうちにストレスを抱え込んでいたらしい。入院を言い渡された時にはすでに遅し。癌が全身にはびこっていた。そうして夫はあっけなく帰らぬ人となってしまった。葬儀を済ませ、私の一人暮らしが始まると、それまで頻繁に来ていた咲江からのメッセージが徐々に途絶えがちになっていった。私が子育ての手伝いに行きたいと言っても、お母さんの手を煩わせてしまうのは申し訳ない、とやんわり断られる。夫の葬儀を終えてからだ。咲江は急に様子がおかしくなり、エミの様子を尋ねても、生活のことを聞いても、いつもそっけなく返信がない日もあった。電話をかけても応じず、毎日やきもきしている。咲江やエミとの距離がなかなか縮まらないと感じたまま、時間だけが過ぎ、あっという間に孫は3歳になった。エミの誕生日くらいはと思い、私の家で食事会をしようとメッセージを送ることにした。エミちゃん、3歳の誕生日おめでとう。そろそろ育児にも慣れてきたかな？はい、ありがとうございます。しばらく会えていないし、うちで食事会でもどうかしら？いいえ、お構いなく。相変わらずの冷たい先の返事に、私は思わずうなる。私、一人になってから楽しみがなくて、初孫の3歳の誕生日、お祝いをさせてほしいわ。そんなメッセージを送ったら私の思いが伝わったのか、そっけなくも、
じゃあ行きますと返信があった。早紀江さんの毅然とした態度に疑問が浮かんだが、それは孫に会えるという楽しみですぐに消えてしまった。そしていよいよ食事会当日。早紀江さん、お久しぶり。どこかこわばった面持ちの早紀江たちに私は笑顔で話しかける。お母さん、お久しぶりです。今日はお招きいただきありがとうございます。久しぶりで緊張しているのかしら、と思いつつ、私は二人を家に入れた。ほら、エミもおばあちゃんに挨拶しなさい。早紀江の後ろで恥ずかしそうにもじもじとしていたエミだったが、早紀江に促されると、すっと前に出てきて、丁寧にお辞儀をした。おばあちゃん、こんにちは。暗い表情でおどおどとしている早紀江とは対照的に、エミはにっこりと満面の笑みを見せ、はっきりと挨拶をした。エミちゃん、こんにちは。今日はシチューを作ったから一緒に食べようね。やったー！私シチュー大好き！エミと会うのは生まれて間もない頃以来だ。人見知りしないかと思っていたが、天真爛漫そのもののエミに、私の不安な気持ちも少し晴れた。しかしその一方で、早紀江は背中を丸め、異様なほど周りをキョロキョロと見渡している。もともと気遣いのできる早紀江は周囲によく気を配っていたが、その態度はどう見ても、私の知る早紀江ではなかった。私は早紀江の様子を気にしつつも、話したくないこともあるだろう、と様子を見ることにした。ミネジーさんは？キョロキョロと早紀江は家の中を見渡す。あら、ミネジなら出張先から直接来るから遅くなると連絡があったわ。早紀江さんは聞いてなかったのね。あ、そうだったんですね。すみません。私が連絡を見落としていただけかもしれません。一瞬だけほっとしたように見えた早紀江は、表情を隠すように慌ててスマホを確認している。ごめんなさい。私にも連絡入ってました。見落としていたなんて妻失格です。青い顔で異常なほど自分を責めるような言い方をする早紀江に私は疑問を抱く。連絡が来たのだってついさっきなのだからそんなに気にしなくてもいいだろう。しかし、エミの前だったので深くは追求しなかった。早紀江さんは悪くないから大丈夫よ。さ、シチューを温めるから二人は座って待っていて。なさい。あまりにも小さい声でボソボソと話すので、私は思わず聞き返す。早紀江さん、何と言ったのかしら？いえ、何でもありません。ますます小さく肩を縮めた早紀江に、私に何か隠し事をしていると感じた。ただの勘だったが、不思議とこういう勘はよく当たる。私、運ぶの手伝う。重たい空気を跳ねよけるように、無邪気な笑顔で、エミが私の元に駆け寄ってくる。あら、ありがとう。火の元は危ないからちょっと離れていてね。自分からお手伝いを言い出すなんて、3歳とは思えないほどしっかりとした子だ。一方の早紀江は遠慮がちに席に腰掛け、神妙な顔でスプーンを見つめていた。二人とも、お待たせ。暑いから気をつけてね。はーい。元気いっぱいなエミは慎重にお皿を持つと、早紀江のそばまでゆっくりと歩いていく。そして。これ、ママの分。そういったエミは次の瞬間、とんでもない行動に出た。え？なんと、エミは早紀江が座っている席にシチューを置かず、床にぶちまけたのだ。何かにつまずいたとか、手を滑らせたとかではない。明らかにわざとシチューをこぼした。なんでこんなことをしたの？食べ物を粗末にするなんて。私は思わずエミを強く叱った。だって、ママが食べやすいように。怒られたことに驚いたエミは、目を泳がせ、泣きながら言う。食べやすいように？エミの言葉が信じられず、ついつい私は復唱してしまった。ママ、いつも床で食べてるから。床で食べるって、
どういうこと？パパに言われて、ママ、いつも床で食べてるから。ヒックヒックとしゃっくりをしながら、エミは何とか話そうとする。あまりにも現実味のないエミの言葉を聞き、問いただそうと先へを見ると、真っ青な顔で肩を震わせていた。先へさん、一体どういうこと？おずおずと先へが話そうとした矢先、来客を知らせるインターホンが鳴り、その画面には、ミネジの顔が映し出された。タイミングが悪いと思いつつも、急いでこぼしたシチューの片付けをして、ミネジを迎え入れる。ただいま。なんかあったの？インターホンを鳴らしてからドアを開けるまで時間がかかったことを、ミネジはいぶかしんでいるようだ。お帰り。ちょっと日の元から離れられなかったの。私は動揺を悟られないように普通に接しようと心がける。お、この匂いはシチュー？ミネジが好きなシチューよ。私はシチューにしてよかったとほっと胸をなでおろす。何も知らないミネジは嬉しそうにリビングに入ると、青くなっている先へには目もくれずにドカッと席に着いた。やっぱりお袋のシチューが一番うまいよな。大きな声でミネジが話す横で、先へは唇をぎゅっと噛みしめている。二人の間に流れる不穏な空気をビシビシと感じつつも、私は必死に笑顔でやり過ごした。私はミネジが床で食べさせているということが想像できず半信半疑だったが、二人の関係が良くないことは察してしまった。その後も中身のない会話を続け、味を感じないシチューを食べ、なんとか穏便に食事会を終わらせた。ミネジ一家が帰った後、先ほどの件を先へに連絡する。しかし帰ってきたメッセージは、何でもないのたった一言だけだった。何でもないわけないじゃない。私はスマホの画面に向かってぽつりとつぶやく。何の気なしに先へとのやりとりを見返しながら、先ほどの出来事を反芻する。先江さんからのメッセージ、いつも冷たいのよね。優しい先江が送っているとは思えないほど素っ気ない返信ばかりなのだ。先ほどのことを思うと、もしかしてミネジがスマホを管理しているのではという考えが脳裏をよぎった。さすがにさっきのことも見過ごせないし、直接確認しないと。私はそう思い立って、ミネジの家の様子を見に行くことにした。春といっても、もうすっかり日暮れだ。冷え切った外気に私はぶるりと身を震わせる。家の前まで来たその時、大きな罵声が聞こえてきた。お前が悪いんだ！え？今のはミネジの声だ。何事かと慌ててインターホンを押した。すると、明らかに作り笑顔のミネジが私を出迎える。お袋、さっき解散したばかりなのにどうしたの？先江さんに確認したいことがあるの。え？ああ、先江も久しぶりの義実家で疲れてるみたいだし、そんなの俺が伝えるよ。ミネジはあたふたとした様子で私の前に立ちはだかった。悪いけど、これは女同士の大事な話なの。珍しく有無を言わせない私の強い口調に、さすがのミネジも戸惑ったまま私を家にあげた。先江さん？キョロキョロと見渡していると、風呂場の電気がついていることに気づく。入るわよ。私が風呂場に入ろうとすると、後ろからミネジが焦ったように追いかけてきた。先江が入ってるから今はダメだ。しかし、ミネジが私を止めるよりもわずかに早く風呂場に入ると、室内に目を向ける。そこに広がっていたのは、思っても見ない光景だった。先江さん？先江は風呂場に降り、なぜか全身びしょ濡れで座り込んでいたのだ。お母さん、お風呂掃除していたんですけど、間違ってシャワーをかぶってしまいました。私を見た先江は、力なく笑いながら言う。なんてこと、早く拭かないと風邪ひいちゃうわ。タオルの場所を確認すると、私はバスタオルで先江を包み込み、髪の毛や腕なども拭いていく。たく、袋ごめんな。先江は俺が目を離したらすぐ閉じ踏むから。
そういうミネジだったが、タオルを用意する素振りも見せず、両腕を組んでしかめ面をした。サキエは放心状態で、ただ私にされるがまま、おとなしくしている。カタカタと小さく震えるサキエを見て、エミの言っていたことが事実なのだと思わざるを得なかった。サキエさん、ある程度は老けたけど、このままでは良くないわ。すぐに着替えて。お母さん、すみません。ありがとうございます。いつもこうなんだよ。俺がいないと先は何もできなくて困るぜ。ブツブツと文句を言うミネジだったが、先への怯え方は尋常ではない。私がトイレを借りるふりをしてこっそりと通報すると、ほどなくしてインターホンが鳴り、警官の到着を知らせた。誰だ？渋々といった様子でミネジは応じている。この家から大声が聞こえると近所からクレームがあった。と警官が話しているのに対し、ミネジは聞き間違いじゃないのかとしらを切る。しかし警官は引き下がらず、近所の一帯に聞いて回っているから事情聴取に応じるようにと命じた。今日は百日だな。頭をかきながら困惑しているミネジはドアを開ける。すると勢いよく三人の警官が家に入ってきて、一人は先へとエミを保護、二人はミネジをしっかりと捕らえた。え？突然のことで必死に抵抗するミネジだったが、相手は屈強な警官なのでピクリともしない。なんだよ、俺が何をしたって言うんだよ。力ではかなわないと分かっていても、なんとかもがきながらミネジは声を荒げる。警官におとなしくしないと職務執行妨害だと言われた途端、ミネジは顔を青くし、急におとなしくなった。一方で、突然のことに先へは頭が追いついていなかったようだが、おとなしくなったミネジを見て状況を理解したようで、その目から涙が滝のように流れ出す。私と警察官を見ながら、ぽつりとこぼした。私、もう耐えられません。こらえきれなくなった思いを、サキエは吐き出すように言った。結婚した途端、勝手に私の退職届を出されて、私が書いたものではないと社長に訴えましたが、信じてもらえませんでした。何でも、サキエが給料が低いと文句を言っていると身に覚えのない噂が社内で広がっていただけでなく、社長に対して不満が溜まっているなどと周囲に思われていたのだ。結果的にサキエの訴えも虚しく、退職届が受理されてしまったらしい。退職して専業主婦になってからは地獄でした。まず自身のスマホを真っ先に奪われたという。慣れない新婚生活の中、私や親に相談したいことはたくさんあったようだが、ミネジに聞き入れてもらえなかったらしい。特にご飯は何を作ってもダメ出しされて、お母さんにレシピを聞きたかったのに、自力で何とかしろと言われました。最初のうちは口で細かく言われるだけだったので、サキエは何とか耐えられたという。エミが生まれると、ヒクジには協力してくれていましたが、ミネジはエミには優しくいい父親のように振る舞っていたが、サキエの前では暴言を吐く頻度が増えていったようだ。お父さんが亡くなってからは、さらに嫌がらせが増えました。暴言は当たり前になり、ご飯は床で食べるよう命じられ、ミネジに足で使われる日々。買い物に行くにしても、ミネジが指定したもの以外は買うことを許されず、必要最低限の外出だけしかさせてもらえなくなったらしい。掃除が甘かったり、洗濯したシャツにシワがあるなど、少しでもミネジの気に食わないことがあると、シャワーの冷水を浴びせられたそうだ。いびる手段が水なのであれば、体に跡は残らない。誰にも頼れず、苦しかったです。先への目から、再度大きな粒がこぼれ落ちる。私の推測通り、サキエはミネジから散々嫌がらせを受けていたことを告白した。一人でずっと耐えていたのね。辛かったでしょう。もっと早くに違和感に気づいていればよかった。サキエの背中をさすりながら、私は今までの行いを悔いた。すべて暴露されたミネジは取り調べを受けることになった。これはすべて警官から聞いた話だ。聞き取りを行っていた警官に対し、ミネジは椅子にふんぞり返り、
知らぬ存ぜぬとしらばくれていた。そんな峰次を見かねた警官は、ついに強い口調で問い詰めたそうだ。なぜ先江が峰次に怯えた態度を取るのか。恵美がごく自然にシチューを床にぶちまけたわけは。たとえ体に見える跡がついていなくても、いびられた痕跡は最新の医療技術でいくらでも調べる方法はあるのだ、と強く言った。そこまで詰められて、ようやく観念したのか、峰次はついに自白した。これ、ずっとストレスが溜まっていたんです。ぽつりと峰次は独り言のようにつぶやく。小さい頃から父に厳しくしつけられることが嫌で仕方がなかった、と吐き捨てるように言った。ご飯は食べる順序や一口に運ぶ量まで細かく指摘され、それができないと、こんなこともできないなんてと何度も厳しい口調で叱られたこと。まだろくに文字も読めないうちから漢字や英語を教えられ、少しでも間違えると寝る間も惜しんで復習をさせられたこと。小学校に上がると、周りの同世代の子供たちが無邪気にゲームを楽しんでいる中で、一人やりたくもない習い事に通い、行きたくもない塾に通っていたこと。そのすべてに不満を抱いていたことを峰次は打ち明けた。高校では特に入りたくもない、学校一厳しいと有名だった野球部に入部を義務付けられた。俺、休み時間に初めて勝ち負け関係なくサッカーをやった時に、なんて楽しいスポーツなんだってすぐに夢中になったけど、父は絶対にサッカー部に転部することも、負けることも許してくれませんでした。私は峰次の言葉にショックを隠しきれなかった。夫が面倒を見るという言葉に任せ、ご飯を別室で食べさせていたことに疑問を持たず、よく勉強ができることを喜び、真面目に部活にも取り組んでいるのだと思っていたからだ。峰次がいつも一生懸命に取り組んでいたのは、好きだからという理由ではなかったのね。私は、峰次がサッカーが好きだったことも知らなければ、夫とのやりとりも知らされないまま、ただ毎日お弁当を用意していただけだった。峰次がそんな思いをしていたなんて。お袋は知らなくて当然だよ。男同士の約束だとか言って、全部口止めされてたからな。良くも悪くも精神を見事に鍛え上げられた峰次は、私にバレないように平静を保つことは、造作でもないことだったらしい。本当は勉強もしたくなかったそうだ。周りの学生の間で流行っているようなゲームをしたり、おしゃれにも興味があったのに、すべて制限されていた。峰次は甘いものだって大好きだった。あげく、父が決めた人と見合い結婚を余儀なくされ、鬱憤はどんどん溜まっていく一方だったのだ。結婚話を勝手に進められ、すべてがどうでもいいとさえ思い始めていたようだ。結婚して家は離れたものの、父が決めた人というだけで監視されているようなプレッシャーがすごく、父が亡くなってから、タガが外れたと峰次は言った。先江も、俺みたいに努力するべきだという考えに取り憑かれてました。最後に峰次はそう締めくくった。私は夫と一緒に峰次を育てていたと思っていた。私の知らないところで、峰次がそんな辛い思いをしているとは、つゆほども思っていなかったのだ。あまりの申し訳なさと、とてつもない無力感で、胸がチクチクと痛んだ。いくら峰次や夫が黙っていたとはいえ、気づけなかった私の責任でもある。先江さん、謝って済まされる問題ではないけれど、私の育て方が悪かったんだわ。本当にごめんなさい。いえ、私こそ、峰次さんの心を癒すことができなかったので、申し訳なく思っています。どこまでも人がいい、先江らしい言葉に、思わず私の目から涙がこぼれた。先江さんは悪くないわ。今まで本当にごめんなさい。その後、峰次は傷害罪で逮捕された。彼は今までの思いを吐露してから、幾分救われたような顔をしていた。これからは今までのことをきちんと反省し、償っていくだろう。先江はというと、峰次と離婚し、恵美を連れて自身の実家へ戻ることを決意したようだ。
お母さん、いろいろとありがとうございました。咲江さんに感謝してもらえることはしてないわ。私は峰次に代わって、咲江たちに養育費などの仕送りをすることにした。最初は受け取れないと遠慮していた咲江だったが、今後も良好な関係を築いていきたいと言うと、素直に受け取ってくれた。嫌な気持ちにさせてしまったらごめんなさい。私は咲江さんと恵美のことをずっと家族だと思っているわ。ありがとうございます。私も恵美もお母さんがいてくださったら心強いです。その後、引っ越しも落ち着いた咲江は、元の花が咲いたような明るい笑顔を取り戻したようだった。私の元には定期的に咲江と恵美の写真が送られてきていた。彼女は年に数回、恵美に会いに来てほしいと誘いのメッセージも送ってきてくれている。お母さん、今度遊びに来ませんか？恵美も会いたがっています。あの事件から季節は何週かし、穏やかな日常が続いていた。あっという間に恵美は小学校へ通い始め、一人で電車に乗れるようにもなると、私の家へ泊まりで遊びに来るようになった。そうそう、恵美ちゃん上手よ。この日も遊びに来ていた恵美に、私はハンバーグの作り方を教えていた。おばあちゃん、楽しいね。恵美は屈託のない笑顔を見せ、ハンバーグをきれいに丸くしている。楽しいわね。今度はママも一緒に作って食べられたらいいね。うん、私いっぱい作る。私は幸せをしみじみと噛みしめる。ミネジがエミに対して心の傷を残すようなことをしていなかったことに安堵しながら、この子にはずっと笑っていてほしいと思う。エミの作った小さなハンバーグをフライパンに並べると、出来上がりを楽しみにした孫の目がキラキラと光った。これからは笑顔にあふれた人生になりますように。私は誓うようにそっとつぶやいた。